りあえず朝から何も食べなくて、でさっきセブンイレブンでドーナツフレンチクルーラー食べたんですけど、それだけなんですけど、全然体力的には全然いけますね。まあ今ケットテニックのダイエットやってるんで、糖分は特にいらないので、ね、脂肪がエネルギーになってるんで、全然糖分取る必要がなくて、だから何も食べなくても全然いけるんですよね。まあお腹にこう溜まった余分な中性脂肪がエネルギーになってくれるんで、いくらでもありますエネルギー。逆にケトジェニックダイエット、糖質制限ダイエットって、痩せた人はあんまり意味がないですよね。結局余った脂肪をエネルギーに変えるんで、脂肪が余ってない人がやろうと思っても全く意味がないっていう。でも本当に太ってる人、90キロとかある人、それは本当もケトジェニックダイエットがおすすめですね。本当に太ってる人は多分それ以外で痩せるのは相当きついですよ。ケトジェニックダイエットだったらほとんどその食欲みたいなのは我慢しなくていいんで、まずそんなに量の制限はそんなないんで、食べるものはまあある程度選ぶんですけど、我慢じゃなくてまあ妥協の類ですよね。ご飯は食べちゃダメだけど、ステーキだったら食べてもいいよみたいな、そういうさ、じゃあまあそれだったらそれでいいかみたいな妥協なんですよね。だから量は別に我慢しなくていいんで、お腹は結構満足するし、結局炭水化物やめた分をタンパク質とか脂質で取ろうと思ったら結構な量になるから、正直そんな食べられなくなっちゃうんですかね。だから結果的にその何ですかね、摂取するカロリーもいつもより減るし、まあ、僕の場合完全に計算してやってるんで、摂取カロリーと消費カロリー、まあ、消費カロリーのはもうアップルウォッチで全部管理してるん でその摂取カロリーと消費カロリー、それの差ですよね。消費カロリーの方が多ければもう間違いなくやってるんで、それをやるだけなんですね。もう数値が出てるん で食べるものも全部、成分のはっきりしたものしか食べないですよね。だから糖質何グラム、カロリー何グラムって書いてある、まあ、コンビニとかスーパーで売ってるみたいで書いてあるんですけど、それで完全にエクセルとかで管理して、でまあ、消費カロリーの方が上回るようにして食べてるんですけど、そうするとまあ結構楽です。楽というか面倒くささあるけど我慢はないですよね。結構あ、まだこれだけ食べれるんだみたいなのがある。だから毎日、寝る前に食べてたりしても全然痩せられるんですよね。その要は、消費カロリーが多ければ。で今年はそれはすごいいい見方がですね、カップヌードルプロってやつですよね。あれがすごい発明ですね。まずカロリーが280とか70とかそのぐらいしかないんで、まあ、1食で280で終わるんだったらもう余裕ですよね。で、糖質が 15g しかないですよ。ケトジェニックダイエットって1食あたり 20g しか取っちゃいけないですよ、糖質を。で、まあ、1日 60g とか制限するんですけど、ヌードルプロは糖質 15g なんて余裕で何の制限もなく食べられるっていう。でまあいっぱい食べたら結構普通に1食分満足なんで、それで280kcalで糖質 15g。 まあ多分まあ体的には良くないんですけど、カップヌードルプロだけで毎日全食食べたら6食とか全然7食とか食べても余裕だから、空腹になることは絶対ないですよね。まあ飽きるし、多分体的にはかなり悪い。だから今年はその
糖質制限するにはすごい条件がいいんですよ。楽に痩せられる。で、まあ、糖質制限って、まあ、特にケトジェニックダイエットってすごい楽なんですよ。だけどメディア的には進めないんですよね。なんでか分かんないけど、まあ多分都合が悪いですよね。で、YouTube とかでもダイエットのやり方で糖質制限は危ないみたいなこと言う人いるけど、それ知らない人なんか知識不足なんですよ。糖質制限の方が質制限より確実に健康的になれるし、で楽なんですよ。とにかく結局同じ一日同じ摂取カロリー取った場合、糖質制限の方が食べられる量が多いっていうか、まあ、あの量が多いか分かんないけど、その満足度が高いって感じ。お腹すかないんですよね、同じカロリー食べても。だから我慢しなくていいんですよね。で、同じカロリー取ってれば基本的にどっちも同じに痩せていくんですけど、その精神的な楽さ、我慢するかしないかが全然違うんですよね。だから糖質制限の方が結果的に全然楽に痩せられるし、結局我慢して痩せたのって、我慢をやめた、ダイエットをやめた瞬間に我慢から解放されるんで絶対リバウンドするんですよね。だからダイエット成功するにはダイエット終わった後、そこの食欲、食生活が改善されてないと絶対なリバウンドするんですよね。そして多分脂質制限は本当我慢我慢でやっちゃうんで、ダイエットやって目標達成した時にその後もう食べちゃうんですよね。我慢解放されるんで、あるいはこれ我慢いつまでやるかってなっちゃうんで。でも糖質制限って別に あんまり苦じゃないし、頑張ってる感じないですよ、ダイエット。だからずっとやってられるし、別にずっと一生続いても別に大して苦じゃないですよね。我慢する必要は特にない。まあ妥協はいるんですけど、食べるものの妥協はいるけど、でもそれも別にたまに食べるぐらいには何食べてもいいし、すぐリカバーできるんですよね。でその YouTube とかもそうなんですけど、ダイエットのなんかこう先生みたいな人が言うことって、まあ言ってることは正しいんだけど、それできるかってできないんですよね。結局、まあ、勉強で言ったら、その毎朝5時に起きて2時間勉強すれば成績良くなりますみたいな、そういうのを勧めるのと同じなんですよね。それは成績良くなるだろうけど、そんなできるわけないじゃないですか。てかそういうのができてたらそもそも頭悪くないよね。ダイエットもないで、そのすごい辛いことを言うんですよね。バランスの良い食事でカロリー減らしてっていうので、もう我慢我慢なんですよね。そんな我慢ができる精神力があったらそもそも太ってないっていうね。だからそのできる人の理論なんですよね。まあだから本当にその太ってる人、太った生活に慣れちゃった人が痩せるっていうのは相当きついことで、要はまあ精神的に弱いから太ってるわけで、そういう精神的に弱い人でもできるダイエット方法、つまりこの我慢をしないダイエット方法をやらない限りは絶対挫折するし、もし頑張って痩せようとしてもまあリバウンドするんですよね。相当無理してるんですよ。結局糖質っていくらでも食べれちゃうんですよね。ご飯なんかそうなんですけど、全然腹いっぱいになってもまだ食べれちゃうんですよね。まあなんかもっともっとってこう中毒性があるんですよね。だって飲み会の後とかのその締めのラーメンとか絶対必要ないのに全然食べちゃうんですもんね。は結構ねやばいですよ。でだからその空腹じゃなくてもなんか食べたくなっちゃうんですよね。それが我慢できない、多分それが太ってる人の特徴なんですよね。別にこう
本当に本当の意味でお腹が鳴るような空腹感が来るかしたらないんですよね。俺も太ってる時もだったんですけど、別にお腹空いてないけどなんか食べたくなっちゃうんですよね。それをなくさないと普段の食生活を朝食に切り替えられないと、結局ダイエットしてやってもすぐ戻るだけだ。で、糖質制限でケトジェニックでやってると、そもそもそのそういう変な無駄な食事みたいのってあんましなくなるっていうか、そんなに何て言うんですかね、精神的なこの空腹感、身体的なじゃなくて、なんか欲求ですよね、ただの精神的な、それがなくなるんですよね。だからあんまり食べなくてもこうなんか苦じゃないですよね。それが自然っていうか、朝飯は絶対食べた方がいいとか、夜寝る前に食べちゃいけないとかっていうのは、まあもちろんその方がいいんだとは思うけど、そんなにその何ですかね、致命的なあれではないですよね。結局そういうのって、例えば夜寝る前に食べたら脂肪になりやすいとかっていうのはあれなんですね。結局そのテストで言ったら合格するかしないかギリギリのラインの時にはすごい重要なテクニックになってくるんですよね。これもやっとけば少しでもポイント点数アップするんです。だけどもうなんか完全に合格圏内行ってればそんなの気にする必要ないですよね。ダイエットも一緒で、もう完全にその消費カロリーが摂取カロリーより多くて、もう全然アンダーカロリーになってるんだったら、別に夜寝る前に食べたって何の問題もないですよね。危ないのはそれこそカロリーがその摂取と、消費がこう均衡してる時ですね。それでそういう時に夜食べたりすると、まあその意味がないっていうか無駄になっちゃうんで、ダイエット自体がそういう時はまあ重要になってくるんだけど、明らかにもう消費カロリーが多くてもう全然なんて痩せる圏内に入ってるんだったら、別にそのカロリー大丈夫な範囲で夜寝る前に食べても大丈夫ですね。俺は結局そういう寝る前なんか食べないと眠れないし、なんかストレス溜まっちゃうんで、結局去年ダイエットした時も結局毎日寝る前に食べてたんですね。でも普通に3ヶ月ぐらいで15キロ痩せてるんで、別に摂取カロリーさえ合ってれば、摂取カロリーと消費カロリーさえ気をつけてれば、別に夜寝る前食べても全然問題ないですよ。ギリギリの人がやばいってことですよ。で、あと何ですかね、アップルウォッチがあるとすごいダイエットしやすいんですよね。結局消費カロリーがはっきりしないと計算が成り立たないですよね。ダイエットの計算が、まあ、摂取カロリーと消費カロリーのこの引き算が全くX のままじゃ意味がないですよね。だから消費カロリーを正確にこう把握する必要があるんですけど、基礎代謝とかあるじゃないですか。あれとかもアップローチだったら1日のその、まあ、基礎代謝、安静時消費カロリーっていうのが毎日毎日正確に、ある程度正確に出ると思うし、でそれプラスアクティブカロリーっていう、動いて消費したカロリーが別で出るんで、でその合計が1日の消費カロリーなんですけども、よく言われてるその成人男性が1日消費するカロリーっていうのは全く当てにならないんで気をつけた方がいいです。あれを元に摂取カロリーを食べて大丈夫だと思ったら全然ダメ。まあ基礎代謝は大体年齢と体重入れると大体合ってるんですよね。それは僕の場合だと大体1660とか計算で出るんですけど、まあ、実際 Apple Watch で毎日測ってるとまあ大体1700とかそういう感じなんで割合合ってるんですよね。だけどアクティブカロリーの方ですね、その動いて消費するカロリーの方、これが全然合ってなくて、実際まあテレワークとかあんまりこう外を歩いたり出たりしないっていう毎日だと、もう200
何十しかカロリー消費しないですよね。だから、なんて基礎代謝と合わせても2000いかなかったりするんですよね。つまり2000カロリー以上食べたら太るんですよ。で、普通のそういう一般的なこう目安みたいので言うと、だいたい成人男性が2000何百キロカロリーは毎日消費するんで、そのぐらいは食べていいみたいな、そういうふうに言われたけど、そんな2000何百キロカロリーも食べたら確実にカロリーオーバーなんですよね、実際は。だからもうアクティブカロリーが正確に測れるスマートウォッチ、基礎代謝、安静時消費カロリーと別でちゃんとアクティブカロリーが測れるスマートウォッチは絶対必要ですよね。結局今どんだけカロリー消費したかっていうのが分かんないと計算ができないんですよ。その計算式が間違ってたら答えは間違ってるしかないんですよね。そこは本当気をつけてほしいです。成人男性、一般的な成人男性何歳でっていう消費カロリー、あれは絶対あれは信じちゃいけないですよね。あれ何百キロカロリーも実際より多くて、多分あれはもっと昔の時代の計算、成人男性のあれですね、まあ結構外で、働いてみたいな、そういう結構歩いて通勤とかでも歩いて仕事でも結構動いてっていう人の消費カロリーのことを言ってるんですよね。今みたいにあんまり外で歩かなくて、で便利で車で移動とか電車で移動とか、そういう時代のあんまり動かない人のカロリー消費とはかけ離れてるんで、あれを元にしても絶対間違った計算になっちゃう。それは本当気をつけた方がいい。でやっぱりその本当に本気で、ある程度の期間で痩せたいからやっぱり1日あたり 100g ずつぐらい痩せたいんで、まあ摂取カロリーは消費カロリー、まあ720kcalぐらいですね。まあ1キロ脂肪を落とすのに 7200kcal なんで、 100g 落とすから720kcal 摂取カロリーで消費カロリーが多くないといけないですね。720を、マイナスにしてっていうと結構きついですよ。さっき言ったように実際普通に生活してると消費カロリーって2000キロカロリーいくかいかないかぐらいなんで、そこから720引いたら1300キロカロリー以下とかで過ごさないといけない。まあ普通のカロリー制限でやったらきつくてしょうがないですよね。これなんとかやれるのは糖質制限があんまり食欲そんなに刺激しないで少ない量でも割合満足するっていう食べ方なんで、まあ1200キロカロリーでも全然生活できるんですよね。あとその、エネルギー源が糖じゃなくて脂肪になってるんで糖を取る必要がないんで、やっぱりそこで無駄なカロリー取らなくて済むんですよね。今日も別に普通にこう100キロぐらい走るわけ、まあ往復で200キロ走るんですけど、別に食べなくても全然大丈夫なんですね。これは普通に糖をエネルギー源としてる状態だったら完全にアウトなんですけど、今は普通に脂肪をエネルギーにしてるんで食べなくても全然余裕なんですよね。であとよく間違えてる人がいるのが、その脳は糖分じゃないとエネルギーにならないというか脳の働きが悪くなるみたいな、それも間違ってて、脳もケトジェニック状態になってれば脂質ですね、油で脳をもう活性化することができる、脳をもうエネルギーにすることができるんで全然問題ないし、どっちかというと糖質ガンガン取った時に頭の回転は回るんですよね。糖質取って血糖値上がってもう食べた後眠くなってみたいな状態で仕事しても全然ダメですからね。糖質制限やってるとまず血糖値上がらないんで、食べた後眠くなるとか、なんか一日中だるいとか
そういうの一切ないです。本当その精神的に上下することがないですよね。血糖値が上がったり下がったりみたいな、急激に上がったり下がったりがないんで、気分がこう急降下とか急上昇みたいなのがないんで、一日中穏やかな感じなんですよね。だからなんかこう食欲にもそれが影響して、その焼け食いとかストレスが溜まるっていうのがまず少ないし、なんかどうしても食べたくなるみたいな、別に腹減ってるわけじゃないのにどうしても食べたくなるみたいな気持ちになっちゃうっていうのがあんまり起こらなくなるんですよね。太ってる時は、まあ、本当別に腹減ってるわけでもないのに、なんか食べたくてしょうがなかったんですよね。あれは良くないです。ああいう普通の食生活っていうか、そこが治るような、それを練習するようなダイエットの仕方じゃないと、ただ我慢してその時だけ痩せるわ、絶対リバウンドですよね。だって生活が改善されてないですから。もうやっと三崎湖の街に着きました。もうこれで、まあ、ちょっと昼休憩取って、あとは最後の十何キロの上り頑張るだけですよね。もう帰りは基本下りだし、まあ思ったよりなんか緊張っすね。どうしちゃったんですかね。やっぱ脂質をエネルギーにしてるからなのか分かんないけど、全然体がぐったりしないですね。まあ、あの瞬間的なパワーは多分出ないんですよね。それはやっぱり糖の方が向いてるんですよね。だから筋力みたいな、あの瞬発力みたいな、まあ、スプリントみたいな、そういうのは多分糖質をエネルギーにした方がいいんですけど、こういう持久系のやつは多分脂質をエネルギーにした方が効率的だし、なんかこう一定の出力を出し続けるのは楽ですよね。まあ、また昼クライム、すごいきつい昼クライムはまた別の話になっちゃうんですけど、こうやってただ単にロングライドでそこそこのペースで行くんだったら、100キロとかだったら、特に本当食べなくても全然行けちゃうんですよね。で、結局やっぱりダイエットは知識なんですよね。知識、正しい知識というか、まあ、自分に合った知識みたいなやつが分かれば、もうあとは楽なんですよね。いっぺんそれでまた太ったとしても、またもうその知識使ってダイエットすればすぐ痩せるんですよね。ロールプレイングゲームの2周目って一緒で、もうどこにアイテムがあるか分かってる状態なんで、もうどうすれば痩せるかもうすぐ分かるんで超楽ですよね。それをまたこうやったこともない人、試したこともない人がそれは間違ってるとか、それは危険だとか言い始めるから、もう本当びっくりするよね。まあ糖質制限というかケトジェニックダイエットで危険っていうのはまあないね。もう去年1年間半年間やって、まあ、今年もまた流行り始めたんだけども、まあ、健康診断もすごいいい結果になったし、血圧も下がったし、もちろん血糖値も下がったし。